山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト、チャンネル登録よろしくね。皆さんこんばんは、マネさんです。イエーイ。へへー。はい、今日はですね、山口県柳井市にやってきております。さて今日はですね、こちらめちゃめちゃ面白いお店発見しました。 SS カレーさんにやってきております。さてちょっと変わったカレーが食べれるということで、こちらのお店にやってきました。それでは外から見ててもわかんないので行ってみたいと思います。夜はですね、居酒屋やってるみたいです。それでは行ってきます。はい、こちらがメニューになっております。今日はカレーを食べたかったので、カレー中心に紹介していきたいと思います。さてこちらが今日のメニュー、そしてこれが食べ方、そして最後の看板がこれですね、カツカレーとカレーパスタもやってるそうです。はい、やってきました。3種掛けカレー1290円になります。さて上の方からのカレーの紹介、まずこちらが定番の瀬戸内スパイスカレー、そして右時計回りに行きまして、こちらがキノコと豚肉のカレーになっております。そして最後は秋ナスのペーストとチキンキーマになっております。カレーとカレーの間に副菜があります。そしてライスの上に乗っているのは、これは半熟卵になっております。なんだろうと思ったけどね、半熟卵でした。まあそれではまずはこちらからいただいてみたいと思います。それでは皆さんいただきます。一皿で3種類のカレーが楽しめた上に、混ぜれば混ぜるほど、要するに一口一口全部違う味に感じるっていう、なんか不思議なカレーですね。さてこちらキーマカレーいただいちゃいます。さあ僕の好みで言えばですね、一番上の定番の瀬戸内カレーですね、瀬戸内スパイスカレー、こちらですね、いりこだしが入ってまして、カレーなのにいりこ風味なのってめちゃめちゃなんか珍しいなと思いました。これですね、これちょっと不思議な味で美味しかったです。こちらのいりこは周防大島さんのいりこを使ってるそうです。それでは混ぜ混ぜタイム始まりました。いろいろ混ぜながら食べますめっちゃこれが美味しいんだよね。マネさんの感想、食べるたびに味わいが変わるカレーになっております。いりこだしのカレーは初体験。夜は居酒屋営業しております。SS カレーさん、場所は山口県柳井市南町7丁目1-1、営業時間はご覧の通り、電話 0820-23-7877 まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめなお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。子供の味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。